皆さんこんにちは。本日は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めさせていただきます日野千尋です。よろしくお願いいたします。まずは東京タワーからお知らせです。今年も東京タワーの真下正面玄関前広場にオレンジ色に輝く約6万球の光ファンタジー空間、東京タワーウィンターファンタジーオレンジイルミネーションが開催中です。中央にそびえ立つ高さ12メートルのメインツリーは、来年開業60周年を迎える東京タワーと同じく、なんと樹齢60年。生のもみの木としては都内最大級の大きさで、オレンジ色に輝く333メートルの東京タワーと共演します。メインツリーを中心に広がる温かみのある世界は、時に音楽に合わせて動きを見せながらイルミネーションを取り囲む人々を笑顔に変えていきます。オレンジ色は東京タワーにとってまさにシンボルカラー。灯体の色も赤ではなく、実は正式名称がインターナショナルオレンジ。おなじみのライトアップランドマークライトもオレンジ色です。徐々に寒さを増す冬の夜に恋しくなる暖かな光、あなたの心にほっとぬくもりを与えるオレンジイルミネーションをぜひお楽しみください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それではお待たせいたしました。本日の東京タワー TV は東京タワー文化フェスティバルをお送りしています。本イベントの PR 担当浅部さんにまずご登場していただきましょう。どうぞ。皆さんこんにちは。本日は法政堂林様より尺八のちょっと音色をですね、ぜひ聞いていただきたいなということでお連れいたしました。はい、尺八ってどんな音色のが特徴なんですか？ちょっと吹いてみた方が。すごいですね。しっかり芯が太くって、日本の伝統 文学っていうか文化ですね、ごめんなさい、日本の伝統文化をきっちり伝統する代表するような音色なんですね。はい、ありがとうございます。こちらですね、法政堂様は地下1階の展示会ブースにて ご展示いたします。よろしければ皆さんそのままですね、お足元を運んでいただければと思います。それではこの後のコンサートもお楽しみください。はい、皆様こんにちは。ただいまよりこんにちは。ありがとうございます。ただいまよりまたこの1時間のコンサートを始めます。最初はおことの曲です。ことは実はですね、ある動物の名前がついてます。何か皆さんご存知ですか？なんとかの頭、なんとかの尻尾、なんとかの角。さて何でしょう？ちょっと違いますね。ワニ。ワニはちょっと角がないと思います。はい、実はですね、ドラゴンでございまして、竜頭竜尾竜角と言います。 Good afternoon everyone. We have Haruka Tachibana and Joseph Amato myself introducing the 13 string koto, and she was just asking what magical animalOr non-living animal this koto represents, and it is the, of course, dragon. Explaining that the dragon is a very important mythological creature here in Japan. はい、そういうふうな、このなぜ竜かっていうと、中国から6世紀に伝わった楽器だからです。そして、東大寺の開眼会というそういう行事の時に中国のおこと、それから韓国のおことが音楽対決をしました。
So the Japanese koto is over 1,000 years old, and of course comes from China, as many of the instruments did come from China, making its way through the Korean Peninsula, down through Kyushu, southern Japan, and of course making its way into Osaka, and here in Kanto, and codified in the Edo period to basically as it looks today. はい、そして大阪や九州、九州から大阪、そして東京に移って、この琴という琴楽器はすごく1000年以上演奏されています。今日はその第新曲が初演されます。田中先生という作曲家の方が書かれた新曲で、とても波紋という曲だから緩やかかなと思ったらそうではなくて、いろいろな音が混じり合ったエキサイティングな曲だそうです。So today we have a great performance by Mr.Composition by Tanaka, Mr. Tanaka, and it's an exciting new composition that will be premiered today here at Tokyo Tower. 演奏してくださるのは立道明美さんです。どうぞ。彼女はなんと舞鶴から今日ここに来てくれました。で、とても素晴らしい演奏家ですので、琴の音をぜひ楽しんでください。
おことといえば春の海と思ってた皆さんには、お、なんだこのリャンリャンリャンテンテンテンとはというふうに思われたかもしれませんが、立道あすけみさんの名演奏でした。どうぞ拍手をお願いいたします。引き続いては今度はビオラのソロです。ビオラのソロの曲を作曲してくださいました高橋豊先生にこちらにお越しいただいております。少しだけお話を伺いたいと思います。こんにちは高橋先生。こんにちは先生。今日のこの曲の聴きどころっていうのを。はい、これは文化フェスティバル、国際的な文化フェスティバルなんですけど、そうですね、実を言いますとこの曲の発想をしたのがガテマラ。ガテマラですか。はい。どこにあるか分かります？私はあまりどこにありますか。アメリカの下にメキシコがあります、はい、その下にグアテマラっていう、はい、マヤ文明の。そうですね、コーヒーが私は大好きです。ガテマラのコーヒーは美味しいのかなと思います。はい、そのガテマラに行ったピラミッドがいっぱいあるんですけれども、夜中にお星さん見てたら警備員の人がピラミッドの上上がれるぞって言って連れてってくださったんです。そうなんですね、夜中、はい、まあ、日本じゃちょっとは考えられませんが、夜中でも。それで満天の星の下でピラミッドの上から見てて、それで流れ星がプッと飛んだりなんかして、綺麗ですね、はい、それを見ながらちょっとこの曲を発想したっていうことがありました。ということは神秘的な作品でございますか。そうですね、少々宇宙的なところもあったり、はい、それから少々難しい熱っぽいところがあったりしますが、はいはい、実はですね、私はちょっと今ビオラの演奏家の方にどうですかとお伺いしますと非常に難しいですというお声をいただきました。だけどもとても深くてやりがいのある作品です。はい、手が壊れそうになる非常に難しい作品だとビオラの何人か、はい、から伺っております。では今日はその難曲を、難曲だから楽譜の譜面台は 1,2,3 つ並びます。それぐらい楽譜が譜めくりができない作品であるっていうことは、息継ぎができずずっと演奏しなければならない作品であるということが言えると思います。では須藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。演奏家の方のお名前をちょっと間違えました。須田さんです。申し訳ございません。須田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
Thank you.
ブラボー、須田翔子さんの素晴らしいビオラの演奏でした。幸子さんです。須田幸子さんの素晴らしい演奏でした。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。そして高橋坂先生、ありがとうございました。皆さんこんにちは。本日はですね、地下1階の展示コーナーより賛美真田ひもブース様より一郎様が来てくださってます。こんにちは。こんにちは。はい、今日賛美真田ひもブース様は三種様入ってらっしゃるということなんですけども、はい、魅力を教えていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。地下の、賛美真田ひもコーナーから参りました。私どものブースはですね、日本に住んで19年になる、フランス人のジャック・ミルティルさんという方が、リーダーで今回出展をさせていただいています。で、彼はとにかく家族愛の美しさだとか美しい日本で、そこから来て美しい世界へ発信をしたいということで、和の魅力、それから洋の魅力を合わせた、独創的な洋服だとかカバンだとか、を、まあ、いろいろデザインをしているね。で、彼の友人の元写真家で、タクミプロジェクトサムライドットジェピの田川さんですとか、シルバージュエリーをデザインされている、石川さんですとか、と一緒に今3人で、はい、武装なさってます。そうなんですね、はい、ぜひ皆様スタンプ、不入のスタンプラリーとかも行ってますので、ぜひこの後コンサート聞かれた後、地下1階の展示会ブースに足をお運びください。それではまたお待ちしております。それでこの後のコンサートもお楽しみください。こんにちは。今日は17弦の独奏曲を、福原佐和子先生に演奏をお願いいたしました。心より感謝申し上げます。夏椿サラエ、thank you.
低音楽器17弦 の、 あの現代の17弦の音色をこう生かした作品をお聴きいただきました。この17弦なんですけど、次はあの尾上の松を、あの古典あの地唄の尾上の松をお聴きいただきますが、そこにはあの宮城道夫手付けとあの書かれておりますけれども、この17弦は宮城道夫さんが開発された楽器です。確かですね、1921年です。だからあと4年すれば100周年を迎えるっていうふうに楽器ですね。宮城道夫さんはその新しい西洋の取り入れて、いろんな合奏曲とかいろんな、ソロ曲作られましたけれども、低音楽器が欲しいということで17弦で、1960年代にですね、今までその17弦が伴奏楽器であったものが、今度独奏楽器としてこの深い音色を生かそうということで、そういうふうな運動が起きました。それから50年経って今ここに新しいその近藤さんの作品が提示されているというわけです。ちなみに17弦多弦奏っていうのは、今おことは13弦ですけど、21弦、それから25弦、30弦といろいろあります。いろいろな理由でまだ17弦とか18弦もあるんですけれども、まあ、17弦がもう100年近く経ったということで、さて次にですね、お届けいたしますのは、プログラムには利根秀則邦楽コンクールと書かれております。これがどういう意味なのかをちょっと私の方でご説明させていただきたいと思います。利根秀則コンクール、次のですね、尾上の松を演奏する平田典子、石本香織、佐田香菜木、この3人は今年の1月利根秀則邦楽コンクール第3回古典のテーマにしたコンクールで最優秀賞を取ったものです。ちょっとまだあともうちょっと待ってください。最優秀賞を取ったそのグループですね。で、利根秀則コンクールってなぜこの利根秀則という方がどういう方なのか、これはですね、その芸大の卒業されて奏曲の最高コンクール、県中の奏曲コンクール、全国奏曲コンクールというのがあるんですけれども、それでグランプリを取って100万円を取って、さあ今から活躍するぞという時に亡くなりました。29歳でした。でそのご両親がその息子の一人っ子だったんですね。でその息子の意思を継ぎたい、で意思を継ぐということは、その若者がなかなか古典の世界ではなかなかこう出にくいんです。でお金にもなかなかならない、でも一生懸命勉強して上手い人がたくさんいる、そういうふうな人を発掘してどんどん世に送り出していこう。でその利根秀則コンクールというものが、まずコンクールで新人を発掘したい、でそれを今度は全国に送り届けたいということで、そのコンクールで優勝したら、はい、賞金と賞状を差し上げましたで終わらないんです。さらにその利根秀則基金というものを作りまして、その利根則、そのご両親が作って、でその利根秀則基金からその派遣する、だから彼らが例えば今日のようにこういうふうな、いろんなところで演奏するチャンスがあれば、それは利根秀則基金がお金を出して、その若者にその演奏するチャンスを与えるようなことまでやっているコンクールの、あれなんです。今その利根秀則基金は、その愛生、兵庫県の愛生からありますけれども、その利根秀則基金の利根さんが今お越しいただいてますので、ちょっとご紹介したいと思います。ちょっとこちらに出てきてください。利根秀則君のそのお父上で利根高道さんです。この利根高道さんがもう5年前にこの利根邦楽コンクールを開拓して、そして利根基金を作って、若者のためにその登竜門となる、その古典のだけ そのコンクールってないんですよ。で各月でアンサンブルの、今年は来年の1月20日はアンサンブルをテーマにしてますけれども、そういう特化したコンクールは他にないんですね。でそれをやされた方、なんか一言だけお願いします。はい、どうぞ。
普通のおじさんです、子供、尺八もしていません。だけどまあ息子が残したものを引き継ごうということで何か力になればということで今やっています。また今後ともよろしくお願い申し上げます。どうぞまた来年の1月アンサンブル のコンクールありますのでぜひ東京文化会館ショーホールにお越しいただければありがたいです。戸根さんありがとうございました。さて演奏をお届けしたいと思います。最優秀賞の組、三弦平田典子こと石本香里尺八佐田香菜でお届けいたしますのは尾上の松。どうぞお願いします。尾上の松です。作曲者副賞、宮城道夫こと手付。この曲はですね二十何分あるんですね。でその時間がありませんので今日はそのいいとこ取りで10分間ぐらいの演奏でその古典の3曲の世界を味わっていただきたいと思います。3曲というのは三味線を中心に、三味線こと尺八というその3つの楽器の合奏形態のことを言います。ではどうぞ。